田中直子は日本のバイオリニスト、東京都出身、4歳からバイオリンを始める。小学2年生の時、東方学園大学音楽学部付属子供のための音楽教室に入室。その後、東方女子高等学校音楽科に入学、前橋定子、斎藤秀夫に指示。東方学園大学音楽学部在学中の1972年に、 ジュリアード音楽院へ留学し、ドロシーディレイに指示。その後、長期にわたりディレイの助手を務める。ジュリアード音楽院在籍中の1972年に、オルフェウス室内還元楽団の創設に携わった、ほか、1974年には、セントルックス還元楽団の創設にも参加し、両団体のコンサートマスターとなる。その他ミッド室内還元楽団、 斉藤記念オーケストラ、ニューヨークフィロムジカ、シアターチェンバープレイヤーズのメンバーとして、ニューヨークを中心に、室内楽、ソロにおいて幅広い活動をしている。また、更新の育成にも熱心で、ジュリアード音楽院の他にも、ニューヨーク大学、ニューヨーク私立ブルックリン音楽院、シンシナティ音楽院でも教えている。現在ベルリンフィルハーモニー管弦楽団で、 コンサートマスターを務める菓本大臣は弟子にあたる。ジュリアード音楽院、プレカレッジにて、当時7歳だった菓本を教えていた。ありがとうございます。